あ、おはようございます。おはようございます。今こちらは朝の7時です。はい、7時ロンドンに来ました。いいですね。いや眠たいですね。眠たいですね。眠たいです。時間変えてなかった。いやアムステルダムより1時間です。ロンドンの方が1時間、はい、遅い。遅いです。西やからね。日本との時差が。マシになるわけやね。遠くなる。遠くなる、ね。8時間。8時間、ね、遠くなる。今サマータイムじゃないで8時間ですね。いやとりあえずタフな旅が続いてますが、はい、入国審査かなりね厳しかったですね。厳しかったですね。うん、もうとにかく、とにかく俺たちはもうサイトシーイングやと。でも、ね、回るところの航空券も、ね、全部見せろって言われてね、もう全部見せました。見せましたね、はいはい、それでようやく、なんとか判子を押してもらうことができまして、船に乗り込むことができました。船は寒いっていうね。いや船はもうめちゃくちゃ寒かった、うん、寒かった。めっちゃもうなんか冷房余計かけてんちゃうかってくらい寒かったね。いや寒かった。ドーバー海峡渡ったんですけど、はい、もう真っ暗に何も見えませんでした。見えませんでしたね、はい、っていうかもう正面 もう疲れ果てて完全に爆睡してましたね。今、まあ、ロンドンにいるわけですけど、まあ、今から僕たちは10時半ぐらいにバスに乗ってすぐにマンチェスターに行きます、はい、まあ、これも、まあ、マンチェスターの方がライブが向いてるであろうという作戦で、すぐに移動を決めましたね。もうホステルも急遽予約したんで全然空きがなかったんですけども、まあなんとかチェーマンにね、うん、チェーマンに行きましょう。マンチェスターに行ってライブを決めていきたいと思います。ライブを決めていきたいと思いますっていうかね、もうねライブをやっていきたいと思います。もうこれはね僕たちにとってね、今回はまあ休みっちゃ休みやけどね、なんかその普段仕事を頑張ってやって、でまあその簡単に言うと慰安旅行みたいな感じの位置なのかもしれないけど、まあ、これライブができないと意味のないツアーやと俺は思ってるんで、もちろん彼も思ってるんで、絶対にね、絶対にとかいうことはもうあんまり言いたくないですけど、やっていきたいと思います。やりましょう。はい、やりましょう。というわけで、いや、まあ、眠たいね。眠たい。まあ少しここマクドなんですけど、腹ごしらえでもして、とりあえずマンチェスターの近くに住んでる、あ、そうそう、この人マンチェスターの近くに住んでる兄ちゃんです。バス一緒でした。なんかめっちゃ英語で喋ってくれるなと思ってたら、マンチェスターの兄ちゃんでした。タバコを巻くのに必死のようなので、うん、じゃあこの辺で、はい、わかりました。じゃあではまあ交互期待ですよ。まだ